はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタルです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。というわけで今回なんですけれども、クイックアップデートによってイベントが一つ更新されました。火曜ペリコでの宝探しというわけで、今回の内容なんですが、1月6日までに5つの宝箱を探し当てると、さらにボーナス10万ドルというわけで、この島にですね、陸の上だったり水中だったりとか、まあ、宝箱がね、見たよっていう報告がありますよっていう話らしいですね。で、偵察、火曜ペリコ強盗の偵察の時に行ってその宝箱を見つける、コントローラーの振動をオンにしていると近づいた時に、コントローラーが揺れると。で、今までのねロスサントスでの宝探しと似たような感じで、近づくと音がねピロリンピロリンってなりますので、まあ、結構わかるかなと。で、マップもねランダムっていうわけじゃないらしく、1日目はこことここですよっていう感じで固定になってましたので、じゃあ見せていきます。小里家の中に入り、ここで偵察やります。そうするとね、まあ空港に行ってくださいよとか、まあ火曜日ごとに行ってくださいよみたいになりますね。これ、小里家というこのね潜水艦を持っていない人についてなんですけれども、まあ、おそらくフレンドさんとかが持っていて、フレンドさんと一緒に、まあ、組織とか一緒になってこの小里家に入って、ここから偵察を一緒にやればおそらく一緒に行けるんじゃないかなと思うので、まあ、そういった感じでね、どうしても小里家買えないよっていう、200万ぐらいがねちょっと出せないよっていう人は、本当に初心者さんとかですね、そういったフレンドさんを誘ってあげて、こういったね宝探しを一緒にねやるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ではこのままね空港に行きます。まあ、このね島への再上陸っていうのはいろんなパターンがあって、まあ、普通に飛行場に行くのもあったり、まあ、ベラムを盗んだりとか、まあ、いろんなパターンあると思います。で、今回の宝箱めちゃくちゃね分かりやすい場所にあるので、あとはね、本当にカヨペリコ島のね偵察っていうことで敵に見つかんないように行くんですけど、それが苦手な人でも行けるようなルートちょっと見せていきますね。では島へ向かって到着したら、最初の1箇所目はめちゃくちゃ簡単です。今回空港の滑走路の一番、まあ北のところの、ね、西側ですかね。すると、近づくとねなんかねピロリンピロリンって音が鳴ったり、またコントローラーの振動をオンにしていると、震えてわかるという感じです。まあもうほぼほぼここにありますよってね、多分固定だと思います。で、行くときに便利なね車両とかなんですけれども、まあバイクがいいかなと思います。で、最初この辺です。で、コントローラーの振動はオプションから操作方法の振動をオンにすると宝物に近づくと震えるっていう感じで分かりやすいかなと。まあ音もねピロリンピロリンってね、ヘッドセットとかしてれば分かりやすいと思うんで。で、今回このバイクね結構使えると思います。で、このままね向かっていけば、まあ大体見つけられるかなと思います。まあ、皆さんねちょっとね雑談になっちゃいますけどね、お正月どんなことして過ごしますか。まあ親戚の家に行ったりとか、まあ密をね避けながらっていうことなんで、本当最低限の人に会うっていう感じになるとは思うんですけれども、まあ、お正月はね、どんな風にね過ごすのかぜひコメントで教えてみてください。まあ、お酒をねずっとね飲み続けるっていう人もいたり、普段は疲れてるんで今日はねもうなるべく休むよっていう人もいたり、またはね密っていうのを避けながら外にね、お出かけを気晴らしにするっていうこともあると思いますので、マスクとかね手洗いとかうがいとかはしっかりとねやってね、健康安全第一でお願いします。というわけで宝箱ありました。これ、音もねピロリンピロリンなってるし、コントローラーもね振動ブルブル鳴ってますから大体わかります。で、ここね、ロスサントスの時にね宝箱で銃をゲットしたりとかしたような箱に似てるんですけど、じゃあ中身何でしょうか。右十字キーを押して開けます。おっと、コイン1枚手に取った瞬間コインを全部取ったことになる。さすが GTA オンラインガバガバです。というわけでね、1万5000ドルなのかな。じゃあここからね、2個目のところ行きたいと思います。これはメインドックというところになるのかな。
まあ、カヨペリコのね冒頭のフィナーレで結構ね、脱出のねところで一番メインドック結構ソロでやる場合使う人多いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあこの辺りです。だいたいこの辺、ちょっとこのマーカーのちょっと下ぐらいですかね。で向かっていきたいと思います。まあ偵察結構やってる人は全然余裕でね、検問とかはねくぐり抜けていけると思うんですけど、初心者さんの場合はこのように島の左側をずっと沿っていきながら、敵に見つかんないように、そして木とかにぶつかんないようにして、そのままずっとこうやっていくとノースドックと呼ばれるところかな、まあ、この辺り防犯カメラ気をつけながら行きます。でこの辺もね人が歩いてくるんで気をつけます。でずっとぐるっと回っていくとここ、ボートのとこに着きます。まあ、大体ね、この目の前にリンギあったりするんですけど、なぜか今日なかったんで、じゃあ奥のやつね、入手します。まあ、見つかんないように行くって感じで、時計の、左回り、時計回りですね、ぐるーっと回ると、このようにノースドックには行けるかなと。あとはこの辺で、船から降りて、潜り、ピロリンピロリンと、あとは、コントローラーの振動がオンになっていて、ブルブル触れたのを確認しながら、まあ、水中の中でもね、これこの宝箱ですね、場所はここです。正確にはここで、ここでまた右十字切りをして、この宝箱の報酬1万5000なのかな、でゲットしてください。まあこれね全部合わせると17万5000ドルぐらいになるらしいんで、まあ、ちょっとしたね、まあ、イベントっていう感じでね、まあ、ぜひこの機会を逃さずやり続けてみてください。また、コサとか持ってない人はね、フレンドさんに招待してもらってね、一緒に偵察行くっていうのもありかなと思いますので、自分のフレンドさんに初心者さんがいて、そういった方、ちょっと一緒に手伝ってあげたいよっていう場合も、ぜひね、誘ってあげてみてください。というわけで、今年1年もよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。Never wish death on nobody, you know what I'm saying? 'Cause ain't no coming back from that.